おはようございます。覚えてますか、ヘビーリスナーだって覚えてますね。ヘビー視聴者なら。これが賞味期限がもう4月30日ギリギリなんで、やっていきます。ピーマンね、これやばいぞ。ふにゃふにゃだもん。なんかあ、玉ねぎ洗えば大丈夫。切る。こんな玉ねぎいらないんだけど、半分にして、まあこんないらないと思うけどな。全部使っちゃうこれ。まあいいだろう。終焉のバター、終焉のバターを入れていきます。まあ野菜入れちゃうか。まあ絶対うまいよ。ソフト麺だね。でここにこう謎のこれを、大丈夫そう。一旦グラペを入れよう。謎のナポリタンが完成されました。いただきます。お、あれうまいな。めっちゃ給食感ある。もううまい。懐かしい。めっちゃ懐かしいね。やばいこれ。うまい。懐かしさがプラスされてうまいっていうんじゃなくて、普通にうまい。のそう、吸いまくっちゃって、もうね4箱いっちゃってんだけど。いやいいね。あるね。なんか届いたになるんですね。ちょっと節目のゲーム。届いてる、届いてる。これね、知ってます、知ってます、中身は。中身知ってます。これは、ヒロリンリンさんから、ですよ。いただいてたんですよ、あの DM を。うわ、プレゼンツ。来ました。開けます。きた、ペカお守り。やべえ。そう、これこれをマジで送りたいですっていうのをね、 DM でいただいてたんですよ。もうマジで、だからマジでこれ送りたいっていう人がいたら DM くれれば、専用の Amazon の欲しいものリストを即席で作るので、俺の欲しいものリスト、なんか赤いものと白いものと黒いもの、送れるもの決まってるじゃないですか。それじゃないやつで、これは送りたいみたいなね、思ってくださった方がいたら、ね、来ました。いいねこれ。いや、これで明日の1のつく日、5月もぶち込めるぞこれ。ご祈祷済みのゴーゴーランプメタルチャーム入り。これちゃんとご祈祷されてるんですよ。で、中がね、中にあれ入ってるの。これ開けていいの？開けたらダメそうなんだけど。開けないと
わかん、あ、これやばい、やべえ、かっけえ。ってことはまあこれ入れとくしかないか。ありがたい、ということでギフトを楽しみくださいということでね。いやー、最強のお守りをゲットしてしまったね、これね。明日の5月初日の特定日、一応のつく日、これでもういけるでしょう。あざっす。カレー、よーし、カレーカレーカレーで、これね、いただいたこちら、こたまちゃんたち、本日のメインディッシュ、ゴールデンポーク豚こま。これがね、ちゃんとこう、ほら、いい肉だと思うんです。すぐちぎれるから、こうやってこちら残しつつの胡椒で、塩も辛く、ここが一番難しい部分。水600ですね。こいつは水です。まあ一個もですけどね。はい、じゃあ分かる。こいつはマジで出てこねえんだよな。はい、蜂蜜3滴。あ、これ入れるか。じゃあ、はい、シュガー、苦味を出します。若干ね、はい、若干、いや、これだ。ウスターソース、ウスターソースを、はい、こんなもんで最後仕上げ、バターね、バター、はい、めっちゃうまそう。やばいやばい、これ炊けました。大盛り、うまそう。あれなんだ、いただきます。普通にいこう。うまい。でもそんな辛くねえ。きのこね、うまっ。ていうか炊きたてのご飯がめっちゃうまい。食中タバコいっちゃおう。食後まで待てません。さあ明日どうでしょう。まだ25日のね、超大勝ちしたハッピージャグラーの動画編集中なんで、明日も積もれちゃうとね、いやー、いつアップできんだろうっていうね。でしかも明後日も2のつく日で特定日だからね、また2日連続積もっちゃう。これどうだろうな。マイジャグで積もってる未来がそんな見えないな。まあ積もれなかったら積もれなかったで美味しい料理作れるからね、結局実質勝ちなんで、どっちに転んでも勝ちですから。